どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は久々に天才捕手作っていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回はこのカンパチ入りのデッキを使っていきたいと思います。まあカンパチを今回使うのはですね、まあ単純にこのシラス水産で使うと骨イベント率アップ、骨イベントボーナスが高くて強いというところと、まあ一応キャッチャー骨を彼が持っているので、まあ赤骨でキャッチャー骨が来てくれてもまあ美味しいかなというところですね。はい、なので今回雷は司令塔に金徳がなります。こことここの金徳を分けてあげれば問題ないですね。はい、いやー結構ですね、楽しみなんじゃないかなと。ちょっとパワー低いスタートは辛いですけど、結構楽しみな編成です。いきましょう。うん、キャッチャー最近ずっと作れてなかったんで、なんだこれ、あ、ショートカットしてないな多分。キャッチャー久々にね、作れるのちょっとねワクワクしています。で、まあやっぱスタジアムボーナスっていうのが僕の中で一つ大きなものとしてありまして、それがカンパチ使うと、先生よっしゃよっしゃ、それがカンパチ使うとね、50なんで大きくなるので、このデッキは本当に素晴らしい。あと大谷だけですかね、今回 PSR50 じゃないのは。これショートカットしないとこんな長いんだな、一回も読んだことないけど今まで。よっしゃ、これは絶対ミスらないように立ち回っていきましょう。もうしかも最初の2週間結構練習がいい。やったぜ、この間本当にしどれみで負けまくったんで、センスようやく勝てたっていう感じですね。はい、あとは本当に金徳選び間違えないようにだけはマジで気をつけよう今回。そういうしょうもないミスだけは絶対やめよう。もうサカラの失敗とかはね、センスも引きましたし、もうやり直しもできないんで仕方ないですけど、てかまあ天才がもうこれしかないし、そういうしょうもないミスだけは絶対にやらないように気をつけますし、頑張りましょう。一回休んでもいいんだよな実際。休む、渋い。今のもね、青だったら行くけど 11% でそれこそ毛があるしな。はい、35いけるんだ、35いけるんだったら行く、いけないんだったら行かない。あ、いけた、じゃあ行っとこう。よしよしよし、初期パワーが辛いって言っていて、うわーでも守備職人か、まあ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 、こういうのもある。意外とでも筋力がこの何週間かで入ってきたのはでかいと思います。下がら下がら下がら、色色、こういう時に下がら色、うわお。最近告白間に合わない問題はよく自分の中で生じているので、そこは気をつけます。これはこっちやな。さあさあさあ、まあ脳みもね50になったんで、もうやっていくしかないですよね、サクセスを。ちょっと待ってくださいね、僕あんまりカンパチのイベント把握してないぞ。やばいな、相良が全然追えないのは正直ちょっと怖いんで妄想しときます。バシバシバシ、さあ頼むよ頼むよ、マジでバシバシバシ、うわマジかー。いやーでももう仕方ない、センス引いてるし。くそー、なんでセンス引いた時にこれ失敗するんだ。しかもお手製ドリンクが2回とも回復が全然来ないとこで来てしまった。なぜだ、センス引いた時になぜ失敗する。まあでももうそれを取り返していくぐらいのね、サクセス内容でやっていきましょうよ、前向きにね。はい、なんかでも守備職人が来た時点で嫌な予感がしてたんだよな正直。やっぱ予感は的中するな人生。50いこう、ちょっと攻めますねこれは、このサクセスは。もうこっから攻めていかないとしょうがないね。よし、まあ厳選だとな、さすがにな、もうやめるけどな、天丸だからな今回。
え、メンタル、お、いいねいいねいいね。ただ57どうだ、敏捷が足りたよ。あとは告白さえ来てくれれば意外となんとかなりそう。まあもう仕方ない、こういうのは仕方ない。大谷待ちもあるし、敏捷がそもそもないんで潰せないんで、こういうのはあるよ、仕方ない、行きましょう。イエス、さあこっからこっから、まだまだこっから。あ、ただあれか、今思うとバシバシバシ失敗すると評価的にかなり辛いのか。あーでも一応告白ラインにはなってるな。よし、告白は来た、オッケーオッケー、よし大丈夫。ただ正月考えるともう一回練習をか、まあデートやるか何かはやっとかないといけない。オッケー、あ、意外といけそうな気がしてきた。なんとかなるよ。ちょっとゲッツー辛そうだな、今取るのは。この辺ですかね、今取っていいのは。よいしょ、さあ頑張ろう頑張ろう。こっから SS さん作ったら逆にかっこいい。よしよしよし、いい感じ、ほんと流れはいいぞ。まあまあムードはあれですけど、まあでも最大値上げたいし筋力も欲しいので、ここで。おーおーおー、悪くない。ふんふんふん、さあメンタルのいい練習来い。メンタル、31はちょっと怖いな。31は怖い。パワープロの31はまあ逆にね、69まであるんでね。あ、69ですね。やっていきましょう。69やっていきましょう。よし。これはまあ、カンパチの美味しさっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ大谷ですね。はい。大谷翔平いきましょう。テスラ、悪球は抑えようかな。体当たり、ブロックももう大丈夫そうかな。いや、押されか、ゲッツーも。攻めよう。ただ、やっぱりメンタルタックは美味しいの引いていきたさはありますね。これめっちゃ多分練習が渋いだろうな。かといって、デート消費するターンでもなさそうだしな、これ。でも、ここ練習しちゃうと次。うわ、これみんなこれどうすんだろう。みんなだったらこれどうしますか。まあ厳選だったら多分ねあれだとは思うんですが、今の妄想やるとは思うんですが、厳選サクセスでもないんで今のはちょっと困ったな。はい、45。ふんふんふん、さあバントは取れない、リベンジは取る、ささやき破りもまだですかね。はい、さあカンパチは本当にね、骨イベントボーナス、骨イベント率アップも高いんで、ここは非常に強いところです。逆境か。大吉引いてくれ頼む。あのイベントの失敗を取り返すためにはもう大吉を引くしかない。はい、逆境はまだ一応最近は待つか。金とかは全部確定なんでね、今回のデッキは。で、これ上ね。
よし、これでもう失敗することはない。金属を失敗することはない。さあ頼む、大吉引いてくれ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 、小吉小吉くー。デート2回目なら行く。よし、3回目なら行かなかった。筋力練習に行ってました。回復量多いんだね、3回目は。回復もったいない。ちょっと渋いな。よしよしよし、これもともと言ってたやつですね。はい、キャッチャーコツ1でも結構おいしいよと。 OK、カンパチをキャッチャーデッキで採用している理由です。よし、ナイスタックル。まあここかな。おお、いいねいいね。いや、これは、本当に、あのイベント失敗してそんな選手できんのっていうね、サクセスをお届けできるかもしれない、これ。頑張ろう、本当。頑張ろう。がぜんやる気が出てきたぜ。これはもうバレンタインも近いんでね、ここしかない。よし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 。こっちも負けたらさすがにどうしようかと思いましたけど。よしよしよし。で、まあ逆境はもうさすがに取った方がいい。技術来てますね。まあまあ。別にいいっちゃいいけど、技術来てますねっていう事実だけお伝えしておこう。うん、まあポイント的にも、まあ、もうちょい筋力を稼げれば悪くはない感じかな。嘘、頑張れ。うわー、嘘、4点、あーなんでこういうこと起こるかな。今のはさすがに勝ったと思った。いや、でもいい経験点だ、でもいい経験点だ。切り替えていくんだ、切り替えて。よし、ラブパー。しかもいいよ、バレンタイン前に切っちゃった。ここやる気上がんないか。でもこんなタイミングでやる気落としてくんな。となると、まあ筋力でしょうね。はい、でまあさすがに前さん後さんなんで、今回は招き猫があるので間違いなく感想は全部すると思います。まあ、カンパチタックはねあんま強くないです。練習レベル1の高校でもありますし。さあ、まあ技術が本当に来ているなっていう感じかな。ただささやき炙りは精神ポイント的な理由で抑えらんない。ラブパ続くね。あんまりいいタックは来てないけど、デート何回目、3回目か。まさかこれやる気的な問題も含めて1回ラブパでもいいんじゃないか。よし、
わあ、それは笑うた。それは笑うたよ。よし。司令塔ね、めちゃめちゃ重いんで、これコツ1かコツ2、コツ1かコツ3かはね、さすがに、かなりの差があるところでした。92? いけるんだったら行ってしまおう。あ、いけた。意外に、というか余裕でいけたわ。よし、これで実質補給の無限指導に持ってきたんで。と強い点ですね。メンタルはもうずっと指導で大丈夫ですと。なんでまあ大田に捨てて、こっちでいいっていう感じですね。で、意外性のコツが来るのもう一ついいところです。ただ自身のイベントでも来るんで、もう一回置いておきましょうか。はい、ん、意外といいんじゃない本当に。まだアルヒも広角もパワーヒも来てないんで、ささやき炙り取りました。うん、一層もまあまあまあ。あ、でもそうか、今回あれはいないわ。最近も一層がスインプ取る癖がついてるからな。なんなら。うわ、やる気が一個落ちてんだよね。あ、今の100にしてむしろ脳みー、あーまあまあちっちゃいし、あんまり無理はするべきではないか。ラブパラブパ、こういう時はもう遊ぶまであるワンちゃん。まあいけるなら、あ、てかこれも86にしとこう。より経験点がいい農民が来た方が美味しい。はい、いや、いい選手だ、いい選手だ。いや待てよ、ちょっとこれ両方取ったら辛い。一層だけ置いとこう。まだ、でこれで実質あれですね、ミートも実質無限指導にできればよりいいです。デートにしとこうかな。ここやる気回復は？あんまり四季ってやる気回復少ないんですよね。あ、でもあった。ナイス。天空には絶対勝てないから、SG ですね。で、これが実質無限指導っていう、その、実質無課金なんていうね、言葉を使っていた時期もありましたね。懐かしい。懐かしさすら感じるわ。もうさよならとろ。よいしょ。うん、まあ一層2回来ましたけど、まあ臨床的にここは、まあ、2回来ては欲しくはないですけど、まあもう最悪仕方ないのかなというラインではあります。来て欲しいっちゅうわけじゃないんですけどね。はい、ゴー。よし、これに負けたらさすがにもうダメだった。よし、まあでも帝王出てきてほしかったですね。まず、やめて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 。うん、でもやる気がさっきからちょっと辛い感じはあるな。デート終わらせておきましょうか。メンタルもありますし、練習としては。おっさん来い。まあまあまあ、でもやる気もね、今の上がるんで。さあ、片身打ちはね、もちろんまだね、今回は星なんで来てないんで。取ろう。でかい、意外とでかい。
どうだ、いけた、ナイスだ。意外性を待つ。ちょっとカンパチの走りに怖さを感じているのは私だけでしょうか。5月2週大丈夫かな。ソルイ、いやこれで完走しないってことはないと信じたい。チャンス、ちょっと怖いな。うわ、なるほど。あ、ちょうどいけないし、もう迷う必要すらなかった。精神ポイント欲しいなーと思っていたので、ちょうどよかった。さあ、どっちだ。こっちだな、体力も減らせないし、もうデートも終わっていますし。いやー、ちょっとカンパチの走りあってほんと怖いぞ、なんか。これはさすがに招き猫不良すぎる、来なかったら。まあ、大丈夫でしょ、多分。これも回復量も多いんでね、実は。まあ、今満タンですけど。カンパチ有能なんですよ、本当に。今回、ドリンクのやつも全然回復ね、美味しくない時に来ましたが、すべてハマると異常に強いっす、本当に、この人。そこはね、念を押しておきたいキャラクターですね。捨てがてーけど、こっちだね、これは。筋力今欲しいんでね、うん、筋力もらわないと。うん、さすがに大丈夫でしょ。で、これは補給依存なんで、もうまず成功でしょ。え、嘘でしょ。俺、補給依存って書いてる攻略サイト、さっき、ほんま汚い大人やでやで。うわー、行ってもいいなと思ったんですよ、今日キャッチャー作ってるし。これはもう取らない。こっちでもいいんですけど、ダイダの神様狙いで、単純に経験点がすごいいいのと、こっちの方が。あとはやっぱもうデート終わらしてるっていうところで、体力的な面もありますね。で、ここでチャンス潰そう。アヒだな、あとは。いや、これ本当に悪くはないサクセスだ。くっ、さあ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 、まあやっぱサクセスは楽しいですね。もう一言で本当にサクセスは楽しい。こんなにね、面白いゲームをね、思いついてくれたコナミさんに感謝ですよ。もうさ、僕かなり飽き性で、ゲームってすぐ飽きるんですけど、大体もうほんとパワープロだけですよ、こんな何年間もずーっと遊んでるの。まあいろんな高校出してくれたから、その飽きずにやってこれたっていうのも大きいですけどね。運営さん、神様です。神様、仏様、運営様、相良様のイベントを成功させてください。お願いします。行く？まあもうほんとキャッチャーだしね。あ、守備上げていたからってやつだ。いやでもね、実際は厳しいなっていう。ああ、これだから調子乗っちゃいかんやつだった。いやでもやっぱり、肩 A は厳しいか。っていうのもある。なんでさっきの試合ぐらいでちょっと思いとどまらなかったんだろう。でもまあ、肩 A 実際に C で止めたいなっていう気持ちが結構あります。いやでもキャッチャーだしな。ちょっと経験点が足んないんですよね、筋力ポイントが。
すごいバランス悪いことになっちゃう。そうするとこれやっぱ35スタートとかだとね、本当に100点の時にオール A の、オール A じゃない、走力だけ低い100点のキャッチャー作れるっていう計算でやってるんですよね今。そう、あと肩そこまで持っていくと多分守備が101いかんのじゃないかっていう話ですよね。そうだな、守備101いかんだろうな。やっぱ今のはいかないで正解だった。まあそれはちょっとデッキのね、現状的にもちろんキャッチャーなんで肩 S101 をね、将来的には目指したいですが、それはまたね、肩の上限アップが今年絶対出るんで、それを待ちましょう。はい、うんうんうん、相変わらずパワーヒアベ非降格は来ないな。相変わらずだね。お待たせいたしました。3番。よいしょ。いやー、これは本当に相良のイベントだったな。練習試合1負けと相良が来ればもう本当に割と完全理想の選手作れたかもしれない。まあまあまあ、これからですね。まだ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 僕の人生これからです。頑張ってやっていきましょう。うわ、素晴らしいけどもう精神ポイントいらないんじゃないか疑惑もあるけど、まあ体力どっちみち回復したいですし、インアウト来てたっけ今回。運動を上げて精神ポイントを使うやつを取ろう。競争心とりあえず取ります。あれ、総合が A にならないぞ。なんかワンアウトランナー一塁という場面で松屋投げました。ボール。第2球投げました。打ちました。痛烈。いったー。上段。しらす勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で松屋。いった、これはいい当たりだ。レフト。やばい。しらす。なんかいい試合してる。5回です。今日2打席連続でホームランを放っている松屋。打った強い当たり。一応全打席ホームランだからな。しらす、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番松屋。ここまで全打点を叩き出しています。全然カーブじゃなかった。第2球これは投げました。うわ、2球目ストライク。早くも追い込まれています。これスライダー違うんか。やばい、読めないぞ今日の牙が。爆速か。よし、 OK。 これ打ったらさすがに勝ち確でしょ。うまい、ナイス流し打ち。よし、広角打法。もうまだ来てないよ。カンパチは試合経験点もあるんでね。阿部ヒー、パーヒー、広角、広角かな一番。おおおお、やばい。まあただ結構上げたい気持ち出てきたな。とりあえず置いとこ。あーでもちょっと試合に勝てるかどうかがちょっと怖くなってきた。もうさすがに現象いけると思うんで、こうで。よし、そこへ。お待たせ。ツーアウトランナー一塁という場面で松屋投げました。これはいい当たりだ。いったー、入った入った。まあでもカンパチを使った意味は大いにありましたし、デッキとしても良かったなと。よし、
ねえ、やばいよ。7点って一挙。やばない。1イニング7点ってやばない、それ。熱闘甲子園で絶対特集されるよ、このままじゃ。やばいよ。これはね、パワーヒナイト、打てないです、そこは。もうこんな時に限ってスプリット。くぅ、嘘、やばい、これ打って同点。そんなとこ打てないって。よしよし、うまいうまいうまい。頼む頼む頼む。うわ、怖い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 。危ねえ。やっぱキャッチャーはね、守備能力上げないと。もう点取られたのピッチャーの責任だけじゃないですからね、実際。相当経験点もあるしな、今。さあ、阿部ヒカ、パーヒカ、打球伸びか。お、キャッチャー、まあいいでしょう。ということで、まあまあまあ、これはね、もう査定関係なく20丸まで絶対上げるつもりだったんで、もともと。これちょっと試合の安定のために、取るわ。やっぱ C までは絶対上げたい。さすがに肩、C ってないキャッチャーなんて使う価値がないと僕は思っている。うん、これでもうさすがにさっきみたいな暴れ試合はないんじゃないでしょうか。おい、暴れてんね。暴れてんね。初回から暴れてんね。よかった、銭形は本当に打てる、こいつは。一応パワーヒー打球伸びなしなんで、あの集中だけはしましょう。はい、あぶね。さあラスト。うん、まあ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 でしょ、本当に。これで打撃が最後 S 行くような癖が起こればね、めっちゃ嬉しいけど。あ、これやばいな。肩ってことは守備 S 行ったわ、多分ギリ。お、行ってない。あ、でも投手もやばい。なんとかこれでっていうのをやっていくしかないな。精神ポイントバカほど余るやん。ちょっともうしゃあないな。フォア S 行かない可能性が出てきたんで、そうですね。で、しっかり精神さばくやつは取っといていいぞ。コブね、保守専用ちゃんと取りましょう。よし、さばけているね。よし、さばいていく。よしよし、いや、ほんとになんか惜しい。その惜しいの部分がただでかすぎたサクセスっていう。はい。なんか、ほんとに満点に近い感じもするし、遠い感じもするっていう面白いサクセスですね。変な話、これ。入んのか。アンチグレアフィルム変えて気持ち悪い。ほんとにまたマックスもらえるアンチグレアフィルムに買いに行こう。皆さん、アップバンクスタワー。第4球はぜひ皆さんね、活用して。あー、待って待って、本当にアンチグレアフィルム変えて気持ち悪い。これ絶対マックスもらえるのに変えよう。また全然滑らねえ、本当に。もうあれが本当最高なんで。透明だし、めっちゃ滑るし。マックスもらえるのアンチグレアフィルム以外ね、僕は認めない。アップバンク最高。
いるぞ。第2球投げました。よしよし、あと問題。こんなんで試合経験で落とすわけにはいかないんで、ね、よし、もう本当は坂田と練習試合だったな。すべてはあとはさあ、降格法とかやめてね。降格法とかやめてね。それもあると思ってちょっとパワー S やめました。とりあえず一回まあまあまあしゃあないな。もうなんか ロマンっていうことにしとこう。高速レーザーめっちゃ硬いキャッチャーみたい。待って、相良失敗、練習試合1回負けて18,59か。冷静にすごいわそれ。すげえ経験点だ。はい、冷静に結構いいぞ。うん、とりあえずここまで確定で、意外と敏捷あるねーと。丸も取りたいかな。盗塁も左も取って、まあ、こっからもうお好きにどうぞっていう感じではあるんですが、どうしようか、何を取るかっていう話ではあるな。うわー、惜しい。肩 B となんかがこううまくできないかなと思ったんですけど、本当にこのあれの分で肩 B いけたな。惜しいな。どうしようかな、悩ましい。カット。うん、やっぱり最後は査定じゃないですね。やっぱりキャッチャー肩 B ないとね、かっこ悪いだろうということで肩 B にしました。そして走塁盗塁をね、なんと20丸までしました。もうこれもなんかこれしか取れないっていう感じではあったんですが、もう査定じゃなく、ただただかっこよさ強さで作りました。はい、またね、これで相良のイベントまで成功させる神サクセスやりましょう。また本当にね、リベンジしに行きましょう。ただ一つね、形にはなったんじゃないでしょうか。うわうわ、いやー、おー惜しい惜しい、いやーマジかー。てか査定取った SS4 行ったっていうのがまず一つ、ちょっとだけね、男秋として後悔があるのと、いやでも僕は男秋なんで、やっぱりね、実能力が強い選手を作っていきたいですね。はい、っていうのと、相良、いやいいよ、この形をやっぱり僕はやっていきたいんで、去年年末にお約束したのが、来年はまたロマンあるキャッチャーを作っていきますというのをお約束してですね、この形でもうあと肩 A になれば SS4 ですよ。あと相良のイベント成功のみですね。また次回ぜひ狙いに来ましょう。またリベンジしに行きましょう。今回楽しかったです。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。いや、久々のね、ロマンサクセスありがとうという方はぜひともチャンネル登録高評価お願いします。いや、これがサクセスですね。でも本当になんか立ち回り自体はすごい良くて楽しかったです。はい、またやりに来ます。アディオス。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。アディオス。